3月の風と4月の雨が美しい5月を作るという言葉があるが、その美しい5月に咲く花の一つに藤の花がある。爽やかなさつきの風に揺れるかぐわしい藤の花を求めて湖西の高島市阿田川町を歩いた。高島や小川の水の清ければ流れに映る藤の影かな。日本陽明学の祖と呼ばれる中江東寺が生まれ、門人を教え、そしてここで亡くなったという由緒ある東寺書院の西北の隅に藤棚があった。当時が生まれた時には大きな藤の木があり、当時はその香りやかぐわしい紫の花の房が何よりも好きだったと言われている。中江当時が生まれたのは慶長13年1608年、今から400年も昔のことだ。当時の藤の木そのものは残っていないけれども、その藤の木の命を受け継いで今も新しい藤の花がふくふくとした香りを放っていた。中江東寺がこの書院を建てたのは慶安元年1648年2月。その年の8月にはその生涯を終えているんだから、わずか半年しかここで教えていなかった。その後70年経って享保時代になってから各地から多くの学者が訪れ、この書院で当時の教えの講義の会を復活させて、門弟の熊沢万山をはじめ多くの志ある人たちの手でずっとこの書院が守られてきたわけである。さて、大見世人と言われた中江東寺の数々の教えの中で治療治、つまり療治に至るという言葉が学になっていた。治療治とは、人は誰もが生まれながらにして天から得た療治と呼ばれる美しい心を持っている。しかしそれは我欲によって覆われているから、絶えず磨き続けて鏡のように輝かせる努力が大切だ。療治が明らかになれば天と一体になって安らかな人生を送ることができる。それが治療治というものであると当時は説いた。それに加えて当時が掲げた言葉が愛敬である。公共の中の一節に、親を愛する者は人を憎まず、親を敬う者は人を侮らずとあるように、親を愛し敬うのは当然の尊い行為であって、その心が広く人々に及んでいくのだと説いていた。その昔の書院は明治13年の火事で焼失して、2年後に建てられたのが今の東寺書院である。武士が世を支配した江戸時代に、人間として生きるべき真実の道を求めて実践した近江聖人中江東寺、全てを包み込む大きな心、人間への深い愛。今東寺書院の藤の花には当時のそんな熱い心が息づいているように